はじめです、本日は川崎ゼファー750乗っていきたいと思います。はい、作業内容ですけれども、フロントフォークのオーバーホールさせてもらいましたと、いう感じですね。過去にねセッティング FCR セッティングはねさせてはもらったんですけど、乗ったことあったかなちょっとわかんないんですけど、まあフォークのフィーリングも確かめたいんでね乗っていきたいと思います。はい、じゃあ前見ていきます。よいしょ、こんな感じですね。はい、お気づきの方いるかもわからないんですけど、これゼファー750のフォークじゃないんですよね。流用になってます。なのでね、何のフォーク使ってるかわからなかったんですよね。で、いろいろ形から調べてね、ゼファー400使ってんのかな。うん、なのでちょっといろいろあったんですけど、まあなんとか無事オーバーホールできましたという感じです。スプリングが、ハイパープロのスプリング使って、中身ね、入れ替えてみて、で、まあちょっと柔らかいっていう話だったんで、その辺のね、硬さもどうかなっていうのも見ていきたいなという感じですね。はい。で、これですね、ブレーキがブレンボの40ミリのキャストと、ホイールね、ZRX やったかな、ちょっと忘れました。はい。で、これですね、うちね、オーバーホールしたストロークセンサーこうやってつけるんです。まあただのゴムなんですけど、まあデザイン的に嫌いな人はねこれ引っ張ったちぎれますから、これまたちょっとねどれぐらいストロークするかねちょっと見ていきたいと思いますんで下げときますと。はい。でね、これインナー金色になってるんですけどね、わかりますかね、ちょっとねもうここ剥がれてるんですよね、コーティングがね。はい。で、ライト LED、 スフィアライトになってますね。はい。で、ここポッシュかなのライト、これ人気ですね。安くてね削りでデザインもかっこいいね、めっちゃ売れてるということで欠品多いです。はい。で、オイルクーラー変わっててよいしょ、スライダーついてます。で、これですよね、関西ゼファークラブかっこいいですね。はい、はい、でこんな感じですね。 FCR35 となってます。結構ねやらせてもらった前なんでね、ちょっとオーバーホール近づいてますよという感じで匂わしておきます。はい。で、ステップなんか変わってて、大西ヒートマジックのこれは4インチのフルエキでしょうかね、かっこいいですね。はい。でスイングアームもね補強入ってかっこよくて、後ろもカニ入ってます。でオーリンズの、フルアジャスタブルですね。はい。でこんな感じですと。はい。まあ火の玉ですよね、これね。よく見たらね、これ見えるかな、これわかりますかね、ちょっとデザイン入ってるんですよね。こことかもこうラップ塗装って言ったらいいんかな、ちょっとね変わった塗装で、パッと見火の玉なんですけどめっちゃかっこいいんですよね。でゼンマイは火の玉大好きですからね、やっぱりこのカラーリングが好きかなとなってますんで、早速乗っていきたいと思います。はい、じゃあエンジンかけていきたいと思います。こちらね、よし、じゃあ行こう。いやー、750がちょっと続いてますけどもね、よいしょ、行きましょうかね。はい、よいしょ、シールド閉めます。はい、わー、いいですね。750ってやっぱり1100と比べてね車格がちっちゃいですから乗りやすいんですよね。で FCR とかね入れてきっちりセッティング出ると結構凶暴な加速もします。なのでこう本当にね女性の方の一発目に乗るバイクとしては大変素晴らしいのかなと思います。はい。で今日は特にね、サスペンションをねしっかり見ていきたいなと思います。柔らかいって言ってたんかな。で、先ほども申し上げたように、フロントフォークを、ゼファー400を使ってるから、どうなんでしょうね、やっぱ大型とね中面ということで違うのかな。よいしょ、まあ、ちょっとどうだろう、乗ってみないと分かんないですけど、そこまで柔らかいって感じないですけど硬くはないかなっていう印象を今受けます。いきます。まあ、ゼファー750のねその前回りのカスタムって難しいんですよね。43倍じゃないからオーリンズがいきなりぶち込めないということになってますから、どうしてもね43変えるってなったら、まあステムも変えて、そしたらフロントフォークもね変えるとステムがあってなってね、
でホイールも変えてってなるんでね、結構難しいんですよね。お金が一気にかかるというか、そこがね7班のちょっとネックなところにはなってくるんじゃないかなと思います。ちょっとそうですね、フロントフォーク、皆さんこうフロントね乗ってて柔らかい硬いってよくわからないと思うんですよね、うん、でブレーキのかけ方が結構ハードにかける人だったり、こうゆっくり走って手前から握ってすって止まる人であったりとかで、こう好みのフィーリングってねどうしても違うんですよね、うん、なので普通に乗ってて乗りやすいとか乗りにくいとか、まあ、そういう判断でいったんいいのかなとは思うんですけど、僕はねフロントがね柔らかいのが結構好きかな。こういうバイクはね、 SS とかはね結構固めが好きなんですけど、このどうしても整列フォークでこういう姿勢で乗る、オートバイの場合は、柔らかい方がねこのまあどこでも行くと思うんですけど、路面のねこの、あれ、ガタガタ道とか乗るとね、硬くすると結構こうなんていうんでしょう、拾っちゃいますからね、ガタ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 なって結構乗りにくいんですよね。なのでやっぱりフロントの方からショック吸収してやった方が、いろんなとこ走るにあたってはやっぱり乗りやすいのかなってちょっと思ったりもします。はい、ちょっとね急ブレーキしてみましょうかね。赤になればちょっとかけてみたいところなんですけどね、今日ね祝日ということで若干道が空いてて、まあ早めに会社に帰れる可能性が高いですから、これはねちょっと動画の尺的にも大変ありがたいですね。これからちょっと祝日だけ乗りたいっていうのもあります。平日ねほんと混むんですよねこの道。なのでね僕も喋る内容がないということで、オートバイのねまあ乗り味見ていければいいんですけども、そうですねやっぱりいつも止まるとこで止まらないんですよね。これもうブレーキするとこ多分だいぶ先ですんで、ちょっとこれ今忘れますと。はい、で、FCR の、セッティングをまあ、これいつだろう、ちょうど1年前ぐらいにしたのかな。うん、あ、赤ですね。ちょっと後ろ依頼ですね。どうだろう、あ、どうだろう、結構しなやかで踏ん張りはある感じですけどね。これハイパープロのスプリングなんですけど、よっよいしょ、あ、全然大丈夫やと思うんですけどね。柔らかいっておっしゃってたんでどうかなと思っていましたけど、よいしょ、はい、思いましたけど、全然こう大丈夫なんじゃないかなと思います。今ぐらいの距離だったらね、まあ、もうちょっとスピードが出たりして握るとまたちょっと違うかもしれないですけど、今のところフィーリングはとてもいいんで、ハンドル周りでも見ましょうかね。はい、アクティブのハイスロー入ってます。で、スイッチボックスも変わってて、マスターが日清のラジアルですね。はい、左はスイッチからノーマルで、ホルダーがこれ何だっけ、ゲールスピードかな、ゲールスピードのクラッチホルダー、明るいと思います多分。そういやなんかあのクラッチカバー側にこう レディーズって言わんのかな、アームか、クラッチアーム長いの中入ってたと思いますけど、このゲールのクラッチホルダーと一緒に変えて、まあわりかし軽い方なんじゃないかなと思います。はい、ゼファー7本って結構クラッチね重たいやつがなんか多いんですよね。うん、まあクラッチワイヤーのその潤滑であったりっていうのをするだけで結構変わったりはするんですけど、やっぱりこの辺のクラッチキットだったりアームだったり入れたら軽くなるのかな。うん、まあちょっとたまたまうちに来た人は重いのばっかりなのかしれないですけど、なんかむっちゃ軽いっていうイメージあんまりないです7班は。1100とかはねあの油圧でラジアルマスターシリンダー入れたりしたらいいんですけど、さあここ曲がっていきたいと思います。いいよ、なるほどね。あ、やっぱりいいですね。あの2017年の3月だったかな、全然1年前じゃないですかね。次の3月で、2年前になるのかな、こうセッティングをさせてもらってるんですけど、今でも全然乗りやすいですね。やっぱりセッティングってね、 FCR は特に1回セッティングして夏になったらもう1回やって、冬になったらまたやってっていうのもしかしたら重いかもしれないですけど、うちはキャブレター1回セッティングやらせてもらってから、一番その気温差のあるとこさえクリアできれば基本的には年中全部乗れてるんじゃないかなと思います。今まででもね、そのなんか冬になったからとか夏になったからずれたとかってあんまりというか言われたことがないですよね。うん、だ基本、年中行けるようにまあ調整はしてます。例えばあのアイドリングのね方もそうですけど、エンジンのかかりがねやっぱりキュルブンってかからないとねちょっとなんか嫌なんですよね。うん、だからこういう空冷系のバイクは結構濃いめにしたりもします。はい、濃くするとねわりかしエンジンかかりやすいです、覚えておいてください。なのでやっぱりねこうちょっと熱溜まって温まったらエンジンかかりにくいとかちょっとかっこ悪いじゃないですか、出先で。
みんな行くで言うてんのにね、スロットルカチカチやってうーんとかっていうの嫌なんで、やっぱり朝一もキュルブーンってかかって、出先でもキュルブーンってかかって調子良さそうやねって分かるようなね、感じを出せれば、どこでやったんってなったらね、またそのお客さんもね、お金払っていただいてますから、いや俺の普通やでぐらいの感じで言うてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、やっぱりね、結構うちはゼファー1100も750も多いです。圧倒的に多いと思います。なので、まあまあこの辺からね、ちょっとずつなんか同じ車種が集まってるとね、どうでしょう、面白いんじゃないですか。うん、なんか例えば自分のバイクがねレアだったとして、たまたま行ったバイク屋さんで同じバイク置いてたら、ちょっと嬉しいのと一緒で、やっぱり自分のバイクと同じものがお店にいっぱいあれば、あのね、まあ、この人はこんなカスタムしてはるわとかなると思うんで、楽しいのかなって思います。はい、うちはまあゼファー、多いですけど、まあ普通に SS とか外車とか関係なしに何でもやってますんで、あのこんなんできるかなとか思ったりしたら、全然気軽に問い合わせしてもらったら、多分僕できるって言うと思います。どこかのお店がやってたら僕はできるといつも思ってますから、はい、まあ一発目誰もやったことがないっていうのも相談受けてます。はい、どこどこのなんとかっていうところがこんなんやってたって言われたら、じゃあやりますと結構言うと思うんで、なかなかいいと思いますが、なんかね、曲がりにだけ言うとね、なんかちょっと曲がりにくいですね。フォークはね、いいですよ、フィーリングは。よいしょ、このね、バツのところにね、止めないようにしないといけませんよね。はい、止まりますと。よいしょ。なかなかね、ブレーキもよけ止まるんじゃないですかね。あとこれ、ドレミのタンクかな。これなんか、どうだろう、確認、事実確認取ってないですけど、なんか今、廃盤なんですかね。これちょっと痛いですよね。もう、ゼファーの、もう一番の定番といっていい、このドレミのタンクがないと。7班のタンクってね、大きいんですよね、純正。まあいいんですけど、やっぱこうドレミさんのタンクにしたら、やっぱりこう Z っぽくなるんですよね、一気に。まあそれもありますし、かなりかっこいいとは思うんですけどもね、廃盤っていうことはちょっと辛いですよね。ということで帰ってきましたと。いやー、これだいぶ早く帰ってこれたっすね。引き伸ばし、引き伸ばしじゃなくてよかった。はい、帰ってきましたと。よいしょ。よし。今日はまあ1月でもあったかいですね。普通に乗れてよかったですと。いいですね。全然ね、7半なんですけど迫力があるんですよね。やっぱ大西のマフラーもいいんでしょうかね。やっぱ4インチの中合がそう感じさせるのかな。これまあチタンですけどね、鉄やとまだ音のフィーリングが全然違うかったりして、まあゼファーって面白いバイクやなと思います。はい、というわけで、ちょっとね、FCR の方もまあ調子良さそうに、走れてるっていうのも分かり、ウインカー戻ってないですね。調子良さそうでしたし、フロントフォークね、やら全然ね、あの柔らかいって感じないんで、これ喜んでもらえるんじゃないかな。はい、まあ言うてこの後もうすぐ取り逃げはるんでね、ちょっと最終のチェックをして、まあせっかくなんでね、乗ってもらって生の声を今すぐ聞ければっていうのはあるんで、まあこの後ね、ちょっと最終、準備をして納車できればいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ楽しかったです。ありがとうございました。